ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か。いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ懐かしくて立ち寄ってみた、それだけです。よっしゃ、これで元通りだぜ。さあ、面倒が起きる前にずらかるとするか。終わりではないぞ。死と告げる。要はクシャン帝国大帝ガニシか。ただいまこの場をもって異教と共に対し宣戦布告を申し渡す。その方らが目にした幻、それは今宵より続く終わりなき悪夢の始まりと知れ。なんだ今のでかい顔は。邪悪で巨大な魔力を感じました。あれはレイジュの館を襲った者たちと同じ人外の魔物です。使徒が王だと。あれも奴の配下の一匹なのか。この戦、奴が関わっているってことか。おい見ろよ、空が赤く。まさかクシャーンが。まずは見事と申さねばなるまい。しかしその方らはただの戦士ではない。貴様もしや我が宿敵鷹の配下の者か。そいつは一番笑えねえ冗談だ。今となっちゃふざけろ。俺は正真正銘骨の髄まで人間様だ。てめえら化け物どもと一緒にするな。そうであったか、面白い。そうか、貴様烙印を刻まれし者か。貴様に一つ提案がある。その方、世の配下に加わらぬか。この世界におけるほぼ全ての使徒が現在鷹の旗のもとに集結している。当然その中にはおるであろう。その方に烙印を刻みし者が、世は混沌のるつぼの覇者。我が愛しき織田国に手をかけし者は、たとえそれが神であろうとも怪我し犯し蹂躙する。その方の憎悪に濁りし血を我が覇道の結露に注げ、鷹とその光に群がりし虫どもをどす黒き血の海に沈めよ。貴様の心臓はそのためだけに鼓動を刻んでおるのであろう。こいつは驚いたぜ。ゴッドハンドに立てつく使徒がいたとはな。さしずめ飼い主に噛みつく狂犬ってとこか。いいね、嫌いじゃねえぜそういうの。けどな、悪いがこちとらそんな暇じゃねえんだ。バゲモン同士の喧嘩なんぞ俺の知ったことかよ。他を当たりな。ガッツさん、よかろう。ならば我が妖獣どもの命、貴様の命をもってあがなってもらおう。
おい、この首叩き落とされたくなけりゃ俺の言う通りに飛べ。てめえとの決着は後だ。奴をぶってきる。寝ぼけたか。霞を貫く矛など、ある。霞を切る武器ならここに。よかろう。貴様の言葉に乗ってやる。切り裂いてみせろ、あのライオンを。断じて奪われるものにあらず。世は不滅の魔王、焦げ食いるがよい。絶命せよ。世は大帝、王の中の王。地上を最も多く踏みしだき蹂躙せし者。者どもよ、貴様らなど我が手のひらに這い回りし虫も同然。貴様らの目的が果たされることはない。おとなしく我が軍門に下るがよい。私は死ぬ。たとえ血塗られ汚れていようと、この世界は我がものぞ。
うした。決着をつけるのではなかったのか。立ち上がってみせろ。できぬというならし合うまでもない。引き裂き食らうまで。貴様との試合、次の機に預ける。存分に血を浴び合える時が来るまでな。用は済んだ。待ち、いやがれ。貴様らがここにいるってことは、奴もグリフィスも近くに来てるってことか。その答え聞いてどうする。そうだとしたら戦うというのか。これから乗り込み我らが主と。ならば話は別だ。たとえ貴様の足腰が立たずとも、我ら全軍をもって貴様を百の肉片に刻むまでよ。ここまでです。化け物同士の喧嘩なんて知ったことではない。そうですよね。だな。つうことだ。こっちにも用はねえ。とっとと失せな。